それでは続きまして、この BTB 株式会社にですね、ご自身のお産の経験も踏まえて、矢原さんからお尋ねいただきたいと思います。お願いいたします。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、BTB の宮原と申します。今回このような貴重な機会を与えてくださり、ありがとうございます。さて、先ほど皆さんに映像をご覧いただきました、母子を救う全国へ発信、都城市の周産期医療ということでですね、今回その番組を制作しようと思った理由、そして私自身が妊娠、出産を経験して、周産期医療について感じたことを少しお話しさせていただきたいと思います。BTB というのは地域で起こったニュースであったり、市民の方々の暮らしに役立つ情報などを常に発信する地域に根ざした番組作りを日々目指しています。その中でですね、およそ2年前に当時制作にいた顧問が園田先生から今都城市はこういった周産期医療という情報ネットワークを使ったそういったシステムを導入して力を入れているんだよという話を聞いてきてですね、私の方に取材そして番組作りをしてみないかということで話がありました。でもう一つそれを私が受ける取材するきっかけになったのが、その時にちょうど2人目を妊娠していまして3ヶ月だったんですけれども、これはいい機会だから、勉強のためにも取材してみないかということで私が取材することを受けました。で実際に取材してみてですね、その話を聞いた時に私自身とてもワクワクしました。周産期医療の取り組みについて、その周産期死亡率を下げるために市内それぞれの産婦人科さんとその大きな国立病院が情報を共有している、そういったシステムを導入している、周産期死亡率を下げるために宮崎大学の先生方が少しずつ体制を構築していって、その結果周産期死亡率が全国の中で低い県としてトップレベルにまでなっている。これって都の城市ってすごいなと、宮崎県ってすごいんじゃないかとその時に感じました。で、病院って私個人のイメージなんですけど、開業医それぞれ個人個人がやっていて、病院同士と連携しているイメージがなかったので、この話を聞いて、一人でも多くの赤ちゃんそしてお母さんを救うために病院同士が連携しているんだなというところにとても感心しました。でだからこそ、このことを周産期医療のことをですね、番組を通して都城市は安全にお産ができる市なんだよと、そういった環境が今都城市は整っているんだということをですね、一人でも多くの市民の皆さんに知っていただきたいなと思って番組を作ることを決めました。で実際に私自身妊娠出産を経験して周産期医療に私感じたことなんですけれども、実際に私が出産1人目出産するときにどこの病院を選べばいいのか正直わからないまま、人の噂であったり、友達で言えばここの病院は綺麗らしいよとか、ご飯が美味しいらしいよとか、そういったことで選ぶ方もいらっしゃると思うんですが、私はもうとにかく安全に出産その頃病院だけで解決してくれる病院を選びました。中には救急車で運ばれると、それが危険な状態にさらにつながるんじゃないかという不安がありまして、なるべくそういった事例がない大きな病院をと思って出産する病院を選んだんですけれども、その考え自体が今回その周産期医療というものを取材してみて間違った考えだったなっていうことを改めて感じました。でそういった間違ったその知識や情報の中で病院選びをしている方っていうのも少なくないんじゃないかなと思います。私自身がそうだったからなんですけれども、でも出産取材を通してそうじゃないということが分かりましたし、万が一その産婦人科の開業医先生方が危険な状態のサインを見逃したとしても、その後ろに二次医療施設の先生方が常に見ていて危険な状態を見逃さないようにサポートしてくれているということは、出産する私たちにとってもすごく心強い心の支えになるものではないかなと感じました。で私自身の話になるんですけれども、実際の1人目はお腹の中でへその緒が首に巻いちゃって帝王切開になりました。でその時も私自身急に陣痛が楽になったなって、ふわっと記憶がなくなっていく意識がなくなっていく感じを覚えてるんですけれども、実際に危ない状態に陥りまして、緊急で帝王切開となりました。で1人目がそうだったので、こういった経験の当たり前のように自分が普通にしたから出産できるものだと思っていたので、帝王切開したことは自分自身もびっくりしたことですし、2度はないなと思いまして、
2人目また出産するとき、もうこれは帝王切開と決まっているので、普通にもう切って、出して、縫って、まあ、1時間ぐらいで終わるかなと思いました。で、実際に出産終わって、まあ、安静室に運ばれた後にですね、なんか、なんですかね、出産後の、収縮の痛みがかなりひどくて、なんかおかしいなと思ってて、あれ、様子がおかしいぞと思って、布団をめくると、大出血してまして、ベッドの上で。で、急にまた治療室に運ばれて、その時はもう麻酔なしで、もう先生方が3、4人周りを囲んで、なんで出血してるんだと、胎盤も別に残ってない、お腹の中も綺麗な状態なのに、どこから出血してるんだということですね、こうでもない、ああでもない、あれを試してみようか、これを試してみようかっていうのが実際聞こえてくるんですね。で、もう麻酔かけてくれよと、もう触らないでくれっていう気持ちでですね、こう傷口をえぐるんですけれども、もうやめてやめてと思いながら1時間の格闘したのを今でも鮮明に覚えています。でもう本当にその場で先生方は 血を止めてくださって解決したんですけれども、もう一歩先を行けばもう救急車で運ばれていたかなと、その時は私自身死を覚悟したんですけれども、二度もそういった経験をしていても、やはりその出産に対してあまりその怖いというイメージは今ありません。というのもやはり私自身がこの周産期医療について勉強してますし、万が一何か起きたとしても、こういった常に私たちのことを考えて勉強してくださっている先生方がいる、そういった先生方が私たちを支えてくれているということがですね、また私にも出産に対してそういったマイナスのイメージはありません。で、まあ、今後産科医療に対する期待なんですけれども、まあ、その取材で分かったのは、都城市はその開業医の先生方が結構年齢が高い方が多いということで、まあ、私自身もベテランの先生方に見てもらうというのは安心材料の一つなんですが、まあ、じゃあ自分の子供たちがまた大きくなった時で出産を経験する女の子2人なんですけど、また出産を経験するという時に今のような先生方がじゃあ都城市にいるのかっていうところにちょっと不安を感じます。今の先生方の意思を継ぐ若い先生方が都城市にもっと増えることを期待しています。で、今回私もですね、この仕事に携わっていく中で周産期医療についてもっと多くの方に伝えていきたいですし、まあ、今日参加した皆さんの口から都城市って安全にお産ができる市なんだって、こういった環境が整ってるんだってということをですね、皆さんの口からいろんな方にまた伝えていてもらえればいいかなと、で、私たちのために一生懸命取り組んでいる先生方がいるんだよということがですね、少しでも多くの方に広がっていければいいかなと思います。以上でお話いたします。はい、どうもありがとうございました。なかなか新鮮なお話を聞かせてありがとうございました。